完成した国際宇宙ステーションのイメージ国際宇宙ステーション組み立てのための最初の船外活動を行うジェリーロス国際宇宙ステーションにおける船外活動は軌道上の国際宇宙ステーションを組み立て維持するための主要な活動である船外活動は ISSA の新しい部品の取り付けシステムモジュール装置のつなぎ替え科学機器の監視取り付け 取り外し等のために行われる。宇宙での建設作業の複雑さから、各宇宙機関は宇宙飛行士を厳しく訓練し、船外活動の際に驚かないように準備するとともに、特殊な器具や装置の組み立て方を教え、船外活動中のすべての活動をあらかじめ、組み立てておく。1998年から2005年の間に、ISS の組み立てのための37回の、 スペースシャトルのミッションが計画され、ISS での科学実験が準備し、始められた。ISS の組み立てのための最初の船外活動は、1998年11月20日に、ISS の最初の部品であるザーリャが、バイコヌール宇宙基地から軌道に送られた後の1998年12月7日に、行われた。この船外活動では、アメリカ合衆国が製造したユニティが、 ザーリャと接続された。最長の船外活動は2001年3月11日に STS-102 の乗組員、スーザン・ J ・ヘルムズとジェームズ・ボースによって行われ、エアーロックに戻ってきたが、ロボットの操作が失敗した時に備えて宇宙服の中に止まった。この船外活動の合計時間は8時間56分に達した。 2011年3月2日時点で ISS の組み立てと維持のために155回の船外活動が行われた。その合計時間は973時間53分に及び28回はスペースシャトルから127回、787時間28分は ISS のエアーロックから出て行われた。は、オーラン宇宙服を着て、 ピアースから行われたものである。ハットは、オーラン宇宙服を着て、ミニリサーチモジュールにから行われたものである。は、スペースシャトルのエアーロックから行われたものである。その他はすべてクエストから行われたものである。ISS からの船外活動とスペースシャトルからの船外活動は分けて記載されている。は、オーラン宇宙服を着て、ピアースから行われたものである。ハットは、 オーラン宇宙服を着てミニリサーチモジュール2から行われたものである。は、スペースシャトルのエアーロックから行われたものである。その他はすべてクエストから行われたものである。ISS からの船外活動とスペースシャトルからの船外活動は分けて記載されている。ありがとうございます。